マダラウミスズメは、超高地鳥目ウミスズメかマダラウミスズメ族に分類される鳥類。大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ロシア東部カムチャツカ半島やオホーツク海北岸、沿海地方などで繁殖する。1961年に、小清水町もこと山で繁殖した例がある。以後は確実な繁殖例は報告されていないが、 1997年と1998年に、知床半島周辺で幼鳥が発見されている。オホーツク海沿岸、カムチャツカ半島、アリューシャン列島、アラスカからカリフォルニア州にかけての地域で繁殖する。陶器は、周辺の海域に残る個体と、やや南下する個体に分かれる。日本では主に冬鳥として、北海道から本州の北日本の海上にトライする。 九州、久米島、伊豆諸島での記録もある。全長は25センチメートルほどで、他の海スズメ類より、くちばしがやや細長く見える。夏はでは、体の上面が褐色で、黒褐色のブーチが入り、体下面は白色に黒褐色の羽根縁が入るため、全身まだら模様のように見える。和名、英名ともこのまだら模様に由来した名前となっている。冬和では、 背が黒か四色で腹が白くなる。目の周囲は白く、片羽には白色斑がある。以前は、キューマダラウミスズメブララムファスマーマータスの亜種とされていた。1996年に、ミトコンドリア DNA シトクロム B やアロザイムの分子系統推定から、B マーマータスの元亜種が本種ではなく、小橋ウミスズメにより禁煙という解析結果が得られたため、本種を 独立種とする説が提唱された。ロシアでは、カラマツ類の林で巣が発見されている。このうちオホーツクシ周辺では、海岸から約6キロメートル、サハリンでは、海岸から約2キロメートルの地点に巣があった。批判食器は、海上で群れをなして生活する。アラスカ沖では、数十万羽の群れが目撃されることもある。本種は、海スズメ化としては、 例外的に新葉樹林の大木のろに巣を作る。時には海岸からかなり離れた新葉樹林に映像することもある。しかし、ツンドラ地帯の地上で巣が見つかったという報告もあり、繁殖状況などはまだ不明な点が多い。詳しい生態の調査が待たれる。森林伐採による映像地の破壊、油田開発による影響、原油流出による海洋汚染。 漁業による困惑などにより生息数は減少している。情報不足。ありがとうございます。